ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグは日本のプロバスケットボールリーグである。略称は B リーグ。日本における男子バスケットボールのトップリーグは2005年に BJ リーグがジャバ及び JBL 機構から独立する形で発足して以来にリーグの並立する状態が続いていた。この状況に懸念を示した FIBA がトップリーグの統一。 協会の体制及び組織の改革、ユース世代を含めた代表強化体制の3つが必要であると指摘したが、トップリーグの統合さえ父として実現に至らなかった。2013年12月17日、国際オリンピック委員会委員でもあるパトリック・バウマン・フィバ・センムリジがジャバに対し、2つのリーグがある状況を早期に改善するよう通告した。現状のままでは、 2020年東京五輪の開催国枠を日本代表に付与しない可能性もあるとして、今回がラストチャンスと言及した。世界連盟が一国の競技団体に対し、ここまで改革を要求するのは異例の事態であり、東京五輪出場にまで波及する最後通告の形となった。これはフィバ本体も組織改革や大会システムの大幅な変革を進め、 バスケットボールのブランド力を高めようとしてきたことの反映であった。2014年4月、バウマン氏が再来日した際に回答期限を10月末とした上で、改めてリーグ一元化と協会のガバナンス改善を求めた。同年7月、新リーグ組織委員会が発足し、ジャバ n b l b j リーグによる話し合いが続けられたが、期限を過ぎても十分な方向性を示すことは、 できなかった。同年11月26日、FIBA が j a バ a の会員資格を無期限停止し、日本代表の国際試合への出場が不可能となった。これを受けて、2015年1月、FIBA は両リーグの統合を含む j a バ a の諸問題を改革するため、1993年に開幕した J リーグの創設に大きく貢献した J リーグ初代チェアマンの川ブ三郎がチェアマンを、 務める作業チーム、ジャパン2024タスコーフォースを発足させた。その後、タスコーフォースの主導の元両リーグの統合を検討した上で、同年4月1日に、ジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグが設立され、川淵が初代チェアマンに就任した。同年8月9日に、資格停止処分が解除され、国際試合への出場が可能となった。リーグの名称は B リーグ。 B はシンプルに、バスケの B、ボーイズ、B アンビシャスの B 同士の B のように、可能性をひる。として命名された。二部制を採用する。b 三リーグに参加するクラブは、一定の条件を満たせば、JPBL への準加盟クラブとして対応する。2016から17シーズンに B1B に及び、 B3 リーグへ参加するクラブは2015年3月31日時点で NBLTKBJ リーグ NBDL のいずれかに所属するクラブから選ばれた。2017から18シーズン以降も条件を変えた上で新たに参加するクラブを募集する。参入にあたっての基準は以下の通り。2018から19シーズンについては日本社会人、 バスケットボール連盟の設立に伴い、2017年11月に開催の日本社会人バスケットボール選手権プレ大会に出場したクラブを対象として B3 リーグへの参入審査を行う。2019から20シーズン以後は日本社会人バスケットボール連盟が推薦したクラブを対象として B3 昇格の審査を行うとしている。 2017から18シーズンにより、翌年度シーズンの B1 に昇格する場合の案件として、従来の成績面に加え、1試合平均の観客動員が1500人未満である場合は、B1 昇格権利を喪失とするルールが定められた。シーズン開催 B1 と B2 の大会方式は、以下の通り。2、北海道から1から6番目を東地区。 7から12番目を中地区、13から18番目を西地区とする。以下の組み合わせで、各クラブとも60試合のレギュラーシーズンを戦う。2016から17話で行われた。2020年10月6日、現在試合中継関連番組公式アンセム、公式テーマソング2020年9月25日現在、歴代共産団体20から21。 シーズン成績で B3 へ広角ライセンス不交付により B3 へ参加選手契約及び登録に関する概要。ありがとうございます。